はい、グリーティングスということで、今飛行機でゴールドコースからケアンズに移動してきました。ケアンズ2大会目ですね。大体メンバーが同じってことで、香港のやつとニュージーランドのやつも一緒の飛行機で来ました。日本でやっぱね、自販機いろんなの見ますよね。海外の友達来ると自販機多いねってすごいびっくりさせるんだけど、やっぱいろんなのありますよ。なんか食べ物売ってたり服が売ってたりなんかそんなありますけど、今日オーストラリアで面白い自販機見つけちゃいました。サンダル自販機っていうね、まあ、でもなんかちょっと先住民の人が特別な感じが出てね、ちょっとおしゃれな感じなんで、これはもうYouTuberとして久々さんに買ってもらいましょう。ね、サンダル必須のみたいな感じなんですよ。キアンさん、ダッシュで行ってくよ。はい、グリーティングス。ということで今回ケアンズのスカッシュコートに来ております。じゃじゃーんってことで、ね、スポーツワールドってとこですかね。まあ、見た目結構広いですけど、まあちょっと中を見ていきましょうか。最後に、スカッシュショップみたいなのがあって、トロフィーがあって、なんか見てもすぐつくスカッシュコートってことでね、1、2、3、4、5、6、7、8面あります。8面ここにあるんですよ。意外とね、広い。で、今これ誰もいませんけど、誰もいないですよ、全然人誰もいませんけど、まあ今お昼ってことあるね。オースタージあんまお昼で暑い時はね、スカッシュやらないで、結構午前中は人いっぱいいたんで、まだ人気な感じでしたね。まあ上に扇風機なファンがかかってたりして、まあ、一応コートの中にも家にあるようなエアコンがあるんですけど、ほとんど消えてないんで結構暑い感じですね。良き古きスカッシュクラブって感じがします。あ、紹介するの忘れました。女子です。1、2、3、4、5、おしまい。こんなんなしだろ、やり直しだ。はい。